さんは1キャラルーレットで選んでください。そうですね、あのフレディックさんは2キャラ先に選んでっていうのでもいいですし、まあ最初にルーレット選びましたね。ベルーハルトを引いてラムダトロルを選ぶ。さあ実況ファンさんはラムダ、オーク、カズ、そしてアースハンマー。いやー分かっている。いやもうラムダはやっぱり基本ですよね。さあ青い方が実況ファンさんで、2ピ、赤い方がフレディックさんですね。さあジャンプシールを空中で当てていく。ちゃんと相手の攻撃を見てガードも固めていく。実況ファンさんも結構ゲーム分かってくる感じしますね。確かに動画、このゲーム結構見た目のままでいいんですよね。あとはそれをどの程度、まあ、あの実際に触って実行できるかって話にはなりますけど。まあ確かにラウダーとか本当見た目のままですからね。いやでもこう 見ただけでどういう動きすればいいか分かるっていうのはまあいいことだと思いますよ。さあ前で当たってダウン。おお、セパレの前を、ま、波動 D で投げる。あれ間に合うのかよ。さあオークラムダ、そうですね、オークは、ああオークは兵士を呼んだりジャンプ P でラムダが接近を拒んだりしてやっていくのが結構上等手段。さあ今オークは前へ踊り上がり仕込みを狙ってましたね。まあそこの仕込みができるようになってくるとラムダは、ああオークは接近戦がかなりいけてると。さあちょっと惜しい。さあここは確定でしゃがみでいいから、さあ1ゲージです。あ、いやガルフの遠くそうでしたけどね。最先端ではさすがに判定出てないっていう感じでしょうか。さあここでルーレット引いたベルーハルト。ここはジャンシー、ジャンシーリーチの長い技を振って、さあこのベルーハルトというキャラをどこまで使いこなせるか。さあしかしここはゲージを使って開幕バーサク。さあアースハンマーの火力が光るマーカウンターでこかして、あ今のはダウン位置でダメージ取った方が良かった感じがします。さあカースヘッドはジャンプ攻撃から打撃と1回転の2択。ジャンプ逃げのタッチと1回転で完全に2択っぽいです。素敵。まあ、しかし分かってる、ちょっとタイミングが早い。真空波動殴りコースのタイミングが若干早くてダメージが安くなってしまった。しかし慣れればタイミングあれ余裕です。さあマナカンでこかして置き攻めに行く。投げを通してしゃがみしい位置、いいダメージ、置き攻めで投げを対応してガンガン掴んでいく。さああそこは、まあ、投げに対しては、まあ、ジャンプで逃げて、まあ、ジャンプ攻撃かぶせに行くとか、まあ、リバーサルで2回転とかも面白かったかもしれないです。まあこういう、まあ、トロールはコマンドはトロールを相手にするときはねコマンド投げがあるんで、まあ、打撃で暴れるか暴れ潰しを読んでの、まあ、ガードを固めると、そういう感じで置き攻めに付き合いやがると。いや完全にミラーマッチ。いやキャラ順どうなる。先に決めたのは 2P 側のケイイチさん。いや完全にミラーマッチ来たわ。さあ教官、取りたい教官のブログでおすすめのチーム来ちゃいましたね。さあ電動のもらえる。さあジャンプシー、しゃがみ、波動、これがラムダの基本コンボ。さあ画面端を追いやられたときは、まあおお、さあそうですね、相手の飛び込みをよく見て、飛び込み見てから、前ダッシュでくぐって位置関係入れ替えを狙ったりとか、もし可能なのであればマナカウンターで相手を吹っ飛ばして仕切り直しを狙うっていうのも、そうですね、まあガードっていうのがまず基本で、このゲームガークラもないしガードキャンセルも使いこなせると非常に強いので。バッタがつらいつらい。いやーマジつらい。これどうしよう、殴り殺すパンスとかかな。いやまああれ自体はあれでいいっす。バッタ連発してくるんだったらあれ当たるんで、ガードしてコマンド投げも入りますし、さあ唾液もちゃんと入る。さあこれは飛びを見てから、まあ隙間なしにバッタしてくるところで殴り殺すとちゃんと当たるんで。
架空対空ジャンエとかで登りジャンプとかで頑張って落としに行くのもいいんですけど。さあここは頭突き溜めていた。さあバカ力の戦いが続く。トロール対アーセント。さあこれは、まあ、お互い火力があるんですが、トロールとしてはまあ使えればちゃんと動かせればリーチがあるのでその辺はうまいことやっていける。コマンドから殴り込む。さあしかしカーセント2回転を食らうと死んでしまうか。さあここは投げコマンド投げを通して、で勝ったのはユキトさん。0回戦、第3試合が LO さんとカンパチさん。さあこれは初級者同士の1P側が LO さんで 2P 側がカンパチさんなんですけど、あれこの2人初心者大会出ていいんですか。まあまあ、いやでも十分まあ新規勢ですよね、よ普通に考えれば。というわけで、1P 側がバルガン、ベルンハルト、ゾン。エローさんは最近ベルンハルトを入れてさあ何か面白いコンボを決めてやろうっていうことをやってますね。ちゃんと専用装備も持ってベルンハルトを動かしていく気が満々です。 2P 側がカンパチさんのいつものチーム、ラムダが先方でヘルファイフを持ってるけど、バルガン、ラムダはまあミスれないですね。ラムダ有利、本当かよ。削りだけで OK、 まあその発想は結構ありですね。いやでも楽じゃないよね、ミスれないもん。一回ミスったらヘッドチャージでボンボンボン3割。まあ、ああそうか、まあ立ち側のこれはちょっと漏れてしまったが総裁ミス。ラウナのバーバリアンダッシュは、1,2,3,4,5 って5回攻撃判定が出て、5回目はガードしてればダッシュ総裁で余裕で割り込めるんで、確定反撃入れやすくなりますので、その辺を狙ってみるのもいいでしょう。さあそのあたりのミスが痛かったか、バルが抜かれてしまう。さあ今度は逆にベルンハルトが専用装備のラウナつらいつらいという話ですよ。ベルンハルトも専用装備持ってるんだけど、さあベルンハルトとしてはちょっとゲージもなくて、さあこっからはちょっと丁寧に立ち回ってラムダをダメージ食らわないうちになんとか殺したいっていう方を狙った方がいい感じですかね。さあジャンプシー止まってしまって大ダメージ。いや専用装備で火力が上がるとワンチャンスが非常に痛いので、専用装備強いですね。専用装備、攻撃系のキャラは非常に攻撃力上がりますし、防御系のアイテムも、まあ、結構有効に機能したりするんで、まあ、その辺はどっちを選ぶかみたいなことはありますが、専用装備は非常に強いのでアイテムを選ぶときはその辺も考えてみるといいでしょう。さあゾーン流れ、さあこれは結構ゴブっぽいっていう組み合わせで、流れ側もゾーン相手は結構楽じゃないです、なかなかダメージ取るチャンスが。さあしかしここはしゃがみからクラックル。さあ相手の下がり見てからしゃがみですかね今の。さあこれは飛びにコンタネーション刺さって、さあこれはやってしまった。あれは空投げが多分良かったですね、反撃。あしゃがみ、さあ暗い 1P2P 側がおはぎさん。さあおはぐちゃんもね開店前から並んでたね、やる気ある勢ですからね。ね開店前の1時半ぐらいにはもういましたからね。1時半にはもう店が開いてるだろう、いい加減にしろ。さあ試合に行きましょう。あれ、あ開いてないか、失礼。さあ今のね安定が長かったらちょっとドキッとしましたね。先輩出てくるのはラムダ VS バルガン。この組み合わせ専用装備がないとバルガンが基本的に有利ですね。さあラムダどうやってねバルガンをねこじ上げていくかっていうのが、課題になります。実況は、久しぶりの富武教官なんですけれども、のじ合い台でねウキャキャってやったら、ここ謙虚台なんですけどどいてくれるって、さっきまで違かったのに看板が急に出てきたわって言って動かされましたね。はいバルガンが一発めて、この一発がねバルガンが入ると、今度はバルガンはね固く立ち回り始めてラムダが崩せなくなるという対決になるんですけれども、さあラムダどうやってこじ上げていくか。ジャン C ジャン D でこじ上げていくのが基本ですけれども、どこかで下段を混ぜなければ崩れない。さあ画面端に追い詰めるところまでいいんですが、バルガンね画面端に追い詰めると後ろ歩きしつつね、いつかヘッドチャージこなしますよみたいな感じでね、ラムダがすごい嫌そうな顔をねするというのがねよく見られる光景です。さあどちらが勝っている、ラムダが若干リードしているか。さあバルガン固く立ち回ったツケが出てしまった相手の